大会ファイナリストの高岡千春です。チャレンジ、それが私のキーワードです。私は今までいろんなことにチャレンジしてきました。運動、食事、そして遊びもです。このミセスジャパン日本大会も私にとってはチャレンジです。私は今48歳ですが、ここからまだまだいろんなことにチャレンジしていきます。人はいつからでも変われるんです。私がそれを表現していきます。ぜひミセスジャパン2022日本大会で私の成長した姿をご覧ください。よろしくお願いします。